な騒いでるのがよくわかるでしょ。わかる。これなんかちぎれちゃったりしないんですよね。しないんですよ。私の思い描いてた痛さよりもっと痛い。そう、国劇からの痛さなんですね。ドリームでも痛かった。痛いのどういうことかって言ったら、薄い体が全身汚れまくってる。全然伸びない筋肉を伸ばしてる状態です。ちょっとストップ。はい、心折れた。イエーイ。お水飲みます。一回心折れちゃうとダメだよ。いやー、まだ始まったばっかなのに。まだ3分ぐらいしか経ってない。想像以上の世界があったんです。わー、はい、行くよ。はい、いきなりトップスピード。オアシス。オアシスが分かるでしょ。はい、分かる。オアシス知ってるってことだいぶ見てる人。見てます。気のドレスはこんな感じなんです。痛い。動けないでしょ。動けない。逃がしません。痛っ。ここがガチガチって珍しいね。だいぶ腰悪かったんですよ。あ、本当ですか。この痛みがこう上がってきて腰とか背中にくるんですね。足だんだんする気持ちが分かるでしょ。それで早く終わって終わりません。終わらないですよね。左回るのこれ。そう、左回る。ちょっと、ストップ。左の方が痛い。左が痛いって言って来てんだから当たり前なんだよ。言わせてませんか。
言わせてくださいよ。え、もう一番の強さしようか。じゃあ、いや、やだ、いい、一押しだけしたい。いや、やだ、やだ、やだ、一番はダメ、やっぱり、やっぱダメ。一番、あの太ももの人いたでしょ。あ、はい、さっき見ました、昨日ぐらい。ちょっと、いい、いや、いいです、2番で。2番だって言ってんじゃん。足首押さえてる手がやらしいでしょ。逃さないでしょ。動画見て覚えてるでしょ。覚えてます。リアル体験やばいでしょ。では太もも触ってこのね。